各地に現れた人形や装甲銃はひとまず退治されたとのことです。警戒態勢こそ続いていますが、じきにそれも解除されるでしょう。そうですか。いろいろわからねえこともあるが、塔の異変も収まったし、一息つけそうな感じだな。そうね、そうだといいんだけど。だがどうにも敵の意図が見えんな。エステちゃん、なんか元気あらへんな。あのちびっこのことか。うん、あの子の事情も知らないで余計なおせっかいを焼いて、ひどいこと言ったのかなって。お姉ちゃん、エステルさん、私なんか人生経験もないし、みんなに守られてばっかりで、そんな私があの子のことを救ってあげようだなんて。虫が良すぎたのかもしれない。それは違うよ。え？レンはね、本当の意味での天才なんだ。あらゆる情報を瞬時に吸収して自分の力として取り込んでいく。どんな環境にも即座に適応して自分と周囲を制御していく。そんな能力を生まれながら持っていたらしい。そうなんだ。結社に引き取られる前、あの子が置かれていた環境はとてもひどいものだったけど、でも僕と違ってあの子の心は壊れなかった。どんな逆境すら対処すべき環境変数として把握できたから。だから自分を保ったままでいられた。でもそれって。うん、そうだね。いくら感情を制御できても心が痛くないはずはないと思う。僕が知っている限り、レンがあんな風に高ぶったのは見たことがない。それは多分君の言葉がレン自身も気づかないような本当の部分に届いたからだと思う。君だからできたことだよ。よっしゃ、そういうことならへこんでばかりもいられないか。見てなさいよレン、今度会った時は本当のあんたと徹底的に向かい合ってやるんだから。お姉ちゃんってば。やれやれ。それでこそエステルちゃんやで。まあそれはともかく、とりあえずこれからどうする？結社の意図がわからない以上、オートに戻るのもなんだと思うし。それなんだが、今日のところはレイストン要塞によってはどうかな。そうすればカシウス准将と今後についても相談ができるだろう。あ、確かに。そうした方が良さそうですね。それではユリアさん、レイストン要塞に向かってください。了解しました。大変じゃ。おじいちゃん、どうしたの？そんなに慌てちゃって。お前さんたちが塔で見つけたデータクリスタルじゃが、その一つをたった今カペルが解析したんじゃ。え？何が記されていたんですか？デバイスタワーの機能じゃ。4つの塔は輝く輪を異次元につなぎ止めておくために建造されたものらしい。異次元？そんなところに輝く輪が。
ちょっと待ってよ。それじゃあもしかしてあの裏の塔の空間は、うん、その異次元に属していた空間なんじゃろう。そしてゴスペルの正体は、ええ、輝く輪の端末です。この人が。どうして勝手に。リオン、一体どうなっているんだ。わかりません。先ほど通信が入ったと思ったらいきなり制御が奪われて。ハッキングというやつか。高度な情報処理システムがあだになってしまったようじゃの。はじめまして、ラッセル博士。それだけのシステムを自力で実現されたとは驚きです。さすがかのエプスタイン博士の直弟子の一人なだけはある。嫌味か。言っておくが、航行制御はシステムから独立しておる。操ろうとしても無駄じゃぞ。いえいえ、そんなことはしませんよ。せっかくの決定的な瞬間を見逃してほしくなかったのでね。わざわざ連絡しただけなんです。何？決定的な瞬間、まさか。その位置だと前方甲板に出るといいだろう。それでは皆さん、良い夜を。よっしゃ。あ、甲板に出よう。前方甲板から一番よく見える方向。あれや。
ほう、これはマジかよ素敵ね確かにこれはすごいや。教授がもったいぶってたのも納得だお気に召したようで何よりだ。輝く輪は長きにわたって異次元に封印されていた。だが端末たる福音があればこちらの次元にも干渉できる。問題はレプリカの精度がどこまで上げられるかだったのだ。そして幾度もの実験を経て真なる福音は完成した。我はそれらを通じて己をつなぐ杭を引き抜き、そして今暗き深淵よりよみがえった。それが第三段階の真相か。その通り。諸君の働きのおかげで第三段階は無事完了した。これより復員計画は最終段階へと移行する。10以上あるな。巨大な浮島ってところかよ。いや、基本は人工物みたいだな。島っていうよりは浮遊都市って言うべきかもしれん。浮遊都市？こうしちゃいられねえ。よし、やろうとも。このまま浮遊都市に乗り込むぞ。あ、兄貴？本気なの？本気も本気、大本気だぜ。もしも結社の連中があれを蘇らせたってなら、どでかいお宝がわんさと眠っているに違いねえ。勘弁してくれよ。さすがにあれは俺たちの手には負えないぜ。ジョゼットもそう思うだろ？僕もここまで来た以上いろいろと確かめてみたいかも。楽譜。まあ昨夜から様子が変だし用心をした方がいいと思うよ。動力通信も全然入ってこないし。確かに軍やギルドはともかく民間の通信も入らねえってな。うおっ！あ、光の波？え？なんだ？故障かよ！お頭！大変だ！動力機関、飛翔機関ともにいきなり停止しまった。なんだと？どうなってるわけ？こりゃまずいな。飛翔機関による反重力フィールド低下、ついでに火事も無反応ときた。ちょっと待て。
なんとかならないの？この段階で俺たちにできることは一つしかない。それって？このまま天に召されないよう女神に祈ることくらいかな。